こんにちは白井ミュージックの白井としみです今回ご紹介するのはこちら、えー、パイステ2002のチャイナ20インチのご紹介です 白井ミュージックではシンバルはどうしても個体差があるため、えー、このシンバルをですね今からセッティングして演奏しますでそのシンバルがこのインフォメーションボタンですね「丸○○というボタン、えー、をクリックしていただきますと変えるというですね、えー、なかなかなね、えー、店頭でこう試して買ううというのは難しいといいとう、えー、世のの中にななっています、えー、なのでですねその個体差っていうのがどうしてもあるシンバルに関してはこうやって動画でね、えー、確認してから購入すると確実かなということでこういうことをして では音の方を聞いてみてくださいどうぞ。 はいいかがだったでしょうか。二十のチャイナ好きっすね。やっぱりあの日本ってあのメタルとビジュアル系、えー、ポップスあのあのあたりの流れで絶対チャイナって。 あの必要なんですよねで、えー、と特に日本の、えー、とドラマーはチャイナシンバルが好きというのがですねあのシンバルメーカーの方からも、えー、聞いています日本へのチャイナの出荷が多いと <laughs> 他の世界的に見るともっとチャイナシンバルって使われてないんですってなのであの日本人っていうのはチャイナシンバルが好きなんだなあまあ言ってみれば。 あのチャイナとかスプラッシュをあの買ってクラッシュとかライドとか買わない人もスタジオ,、えー、であのスタジオに入る、えー、人たちの中にはいらっしゃるので、まあ、そういうバランスなのかもしれませんね。えーまあ、でも、ね、そういうい そういうなんかビジュアル系とかメタルとかで、えー、チャイナシンバルってすごい重要だと思うんですけれどもメタルの中でもですねやっぱりあの海外よりも日本の方は大口径なものを、えー、選ぶ傾向にあるようです、えー、結構ね気持ちよく、えー、行けますしねあの楽しいですあの一発もののパーンってやつとしてもいいですし刻んでもいいですしあと丸二のこのね、えー、ベル チャイナのベル、えー。これはこうやって持てるのが僕はとても好きですね。あの2枚持ってこうガーンとかやりたくなりますよね。という感じで、えー、パイスで2002の、えー、チャイナシンバル。えー、この B8 でこういうバランスで、えー、鳴らすというのは本当にすごい技術だと思います。えー、ぜひぜひ気に入ったらですね、ポチッと、えー、こちらからね、えー、ポチッとしていただけると嬉しいです。では、 えー、今回ご紹介したのはパイシテ2002 20インチチャイナのご紹介でした白井ミュージックの白井としみでした